熊本県涼介のセリナ25歳女性、熱々なんでしょうねきっとね。これありがとうございます。キャプテンこんばんは。私は今人生で初富士登山をしております。今8合目の宿で寝袋に包まっているところです。うわすげえ、これ富士山から送ってくれたんだ。拓也キャプテンも99年スマスマの罰ゲームで河口湖口から登られましたよね、覚えてますか。私は5合目6合目の間で体調が悪くなりかけましたが、なんとか一緒に行ったメンバーに支えていただき今ここにいます。一度は登ってみたかった富士山ですが、途中何度も後悔しかけました。しかしその度にスマップの前にが流れて8合目に着いた時は涙が溢れそうでした。明日は山頂を目指します。キャプテンが立ったところに私も立てるように前に前に進んで行ってきます。うわー、なんだろう、すごい普通に読むはずだったメールがなんかすごい、なんかね、読んでる途中にうって詰まってしまいましたね。なんかすごいこれ来たな。まあね、本当人それぞれだと思うんですけど、富士登山、まあやられた方は、わかると思うんですが、この涼介のセリナも、結構手こずってるもんね。でもなんでだったんだろう、俺、ずっとね、もののけ姫のテーマを口ずさみながら、トン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 登りましたからね。あれ多分技術スタッフが、一緒に同行してなくて、休憩なんて入れなくていいよってなったら、多分4、5時間で登ったんじゃないかな。もう立ったら立ったら、で、高山病とか、心配されていたこともゼロだったんで、僕にとってはまあ、富士山ってね、登るより降りる方がやばい。これ登ったことのある方しかわかんないと思うんですけど、本当に膝やられるわ、あれ。もうだから僕は高山病とか、登山される方たちが悩まされる部分は全然問題なくクリアできたんですけど、下山時におけるダメージ、あれだけはもう回避できなかったですね。だから、涼介のセリナも、今頂上目指してね、頑張ってる最中だと思うんですけど、下山の際にもちょっと気をつけてほしいな。いや、そういう最悪だったのが、俺、富士登山の次の日が、福岡ドームでライブだったんですよ。もうね、ダメだよっていう。お医者さんにも言われましたけど、自分で自分にも思いましたね。ダメだよ、こんな足でライブやっちゃって思いました。まあ一週間ぐらいは結構厳しかったんじゃないかな。まあライブをやったっていうのも良くなかったと思うんですけど、針刺しながらやってましたからね、ライブ。もう痛くて。曲がんないんですよ、膝が。で、やっべーっつってパフォーマンスもできなくなっちゃうし、だったらもうこれ騙し騙し行くしかねえっつって言って、着替え場に戻るじゃないですか。で、衣装脱いで、次の衣装、切る間に膝の裏にパパパパパンつって針打ってもらって、で消毒して次の衣装着てやってましたね、その時は。もう すごい戦場でしょ , 笑えるよ本当に。ああいう時のなんて言うんだろう、そんでほらステージ出てったら出てったらさね、ライデー、ライデー、ワンデーラゲンミーとかってやってるわけですよ。青い稲妻がとか、ゲッチューとかやってんすけど、まあ、着替え場行ったら、膝の裏に、針打ってるっていうね。ダメですよね。